止まれ。お前たち何者だ。サキです。ラファエールさんに会いに来ました。サキさんでしたか。お入りください。ご案内します。驚いたよ。まさか君たちの方から来てくれるとは。アオト君、君の気持ちはよくわかるよ。ああ。本来このようなことはあってはならない。だがそれも全ては忌々しい交代のせいだ。このまま奴らを野放しにすればさらなる最悪が続くだろう。サキはそれを駆逐するために生まれてきた。世界を最悪から救うために存在しているのだ。だから私は君たちの英断に感謝する。今日はお話があって来たんです。話？なるほど、話は分かった。早急に茜将軍を解放し、そのフィンネルとやらを捜索させよう。その後のことは先。分かっているね。一つだけお願いがあります。一日でいいんです。もう一度だけ鴎外の保育園で先生をやらせてもらえませんか。サキ、またあの子たちに黙って行きたくないんです。ちゃんとお別れが言いたい。それに約束したんです。また紙芝居を読んであげるって。わかりました。スレイブで保護した子供たちと合わせて、その他の子供も可能な限り探して連れてこよう。ありがとうございます。この子たちが？はい、この保育園にいた子供たちです。先生、僕らとの約束守ってくれたんだね。紙芝居読んでくれるんでしょ。そうよ、今日のお話は先生のとっておきなの。どうせまた変な話なんじゃないの。先生、早く早く。はいはい。アオトさんも聞いていてくださいね。ああ、ちゃんと聞いてる。